hôm nay là ngày 29 tháng 7 thứ 6 à, thứ 5 今日は この3つ、萌え、座ってください。2番目が、萌え、皆さんっていうね。3番目が、萌え、各位、それぞれの人っていう。これが非常にね、まりらしくて、前も一度ちょっとね、ベトナム人の人に聞いてもらって教えてもらったけどね、なかなか今回またこれをちょっと教えてくださいって言って先生にね、頼んでオンラインでやったんだけど、まあ本当20分以上ずっとこればっか3つばっかやったけどね、なかなか一発じゃうまくいかない。その時はね、ああ大体いい感じとは 言われたけどね、これを定着させるのは難しいね。で、逆に言えばこれを定着、無意識にね、区別できるようになれば自分でも発音できる。で、人が言ってるのも聞き分けがつくっていう風になれば、他のね、紛らわしいに通った発音っていうのも区別がつく、聞き分けがつく、ね、で、自分でも発音ができるっていう風になれそうな気がするんだよ。だからここ、とにかく前からこう紛らわしいなと思ってたけど、これをね、攻略していこうと思うね。ちょっとこれね、先生がさっき送ってきてくれたんでね、それを聞きながら、まず正解を聞いてみると、第一個、请坐、座ってください、ちょっとこうベランダだから Wi-Fi が届かなくなって4G に変わっちゃったけど、まあいいや。第一個、ごめん、座ってください。もい、真似してみよう。第一個、请坐。もい、これポイントはメモったんだけどね、もいはあんまり口を大きく開かずに横開きにして一定のまま形を途中で変えない。もいで、ごい、座る。ごいは、おい、おは簡単だよね。お、あんまり大きく開けすぎず縦にお。まあ日本語のおと近い感じだよね。ほとんど同じ。おい。で、NG つける。ごい。5位、あ、まあ、成長はね、下がり成長。5位、もい、5位、うん、ちょっともう一回聞いてみよう。第一個、请坐。もい、ごい。もい、こればかりはね、判断したのは、まあ、自分でも後で聞いてみるけどね。ほんで2番目、もい、ごい、はね、なんだっけ、重たい成長のね、もいで、おだから、
あーだよね、あーって口を大きく開ける、マックスまで大きく開ける、丸く開けるのの下がり設定、もいで、ごい、人のね、ごい、ごいは、U にヒゲと O にヒゲのやつだから、こう、うわーって横にね、行くパターンなんだけど、なんか下唇をね、こう前に突き出すようなイメージだったね。ごい、ごい。まあ、アントニオ猪木のね、こういう感じ。ごい、ちょっとこう、勝ち誇ったような感じのあれかね。ごい、ごい、ごい。まあ別に必ずしもそうやるべき、やるとも限らないけど、そういう風なイメージでやった方が出しやすい、発音しやすいっていう。ごい、ごい、もい、も、も、もい、ごい、もい、ごい、かな。じゃあちょっと聞いてみようね、正しい答え。第二個、大家。皆さん、ね。もい、ごい。もいだから、ね、何人かいる前でちょっとだけ出だしたりベトナム語で話そうと思って、もいごいって言ってもこれはーって感じの表情してるから伝わってないんだよね、本当にね。確かに難しいね、やっぱこれたったこれだけで難しいんだよね。もいもいごいもいごい、うん、3番目これ日本語でなんていうのが一番いいかな。まあ各位にしとくか、それぞれの人、うん、中国語だとまあね、メイガレン、まあ各位にしとこうかね。それですね、皆さんっていうのはね全体を指す、あれだけどそれぞれの人、まあ各位でね、一人一人に対して、もいんごい、ね、これはおいはね座るの、ごい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 おい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 のままで M をつけてで転ぶ成長、もい、難しいね、これね。もい、この、いや、難しいというか、この、転ぶ成長は難しいね。くんはね、言いやすいんだけど、短い単語だと、これはなんか難しい、言いにくいね。もい、すごく自分で言っても不自然な感じに聞こえるんだよね。もい、いいのかな、こんなんだな。と、まず、これ、じゃあ、先生のやつ。第三個、每个人、某一个。これまだゆっくりめでいいだからね、わかりやすいんだけど、まあ自然のスピードで言ってもらったらすごく速くなる。もいんごい、ま、この転び成長ほとんどね引き分けつかなかったね。その短い間でかな、もいっていうのはある程度間があるからね、この段差になってるのは分かるけど、すごいスピードで普通のスピードで言うと、もいんごい普通のね上がり成長のような感じで聞こえたんで、まあ文脈とかねそういうので自然にわかるんだろうけどね。もいんごい。どうだろう。第三個、每个人。もいんごい。
Mỗi người. Mà, これちょっとね、取り返しあるしかないねってやって、自分でいいと思ったところでまた聞いてもらってね、修正し直すしかないね。